ははいこんにちはレトスの,おのです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと数時間となりました本日10日の夜中の24時までは今の割引価格なんですけれども明日11日になると値上げとなります理解学習を実践できれば今年の宅研試験に合格できます 個別指導ではこの理解学習を実践することが可能です今からであればあなたに今年合格していただく自信ありますので一緒に勉強しましょうあなたの受講をお待ちしております個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますのでそちらからぜひご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきますはいこんにちはレトスの小野です1月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます 個別指導の値上げままであとと数時間となりました今。今日の夜中の23時59分までは今の価格なんですけども明日日付変わってしまうと値上げとなってしまいます今日の夜中10日の夜中までは今の価格なんですけども明日11日になりますと値上げとなってしまいます今から理解学習をすれば十分今年あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです 個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょうそれでは本日の3問に入っていきます両者の債務の履行期限が異なる場合は双方の債務の弁済期が到来した後にのみ総裁が可能である丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいえ答えは 誤りですね。相殺しようとしているものの債権、これ自動債権って言うんですけども、これが弁債期に達していれば、相殺される側の債権、自動債権が弁債期に達していなかったとしても、相殺を主張することができます。例えば、まあ、両者を A、B と考えて、相殺しようとしているものを A とします。そうした場合、A の持っている債権が弁債期に達しているということは、 相手方、債務者 B っていうのは支払い期限が到来しているってことを意味しているんですね。一方、債務者 B の持っている反対債権、B が持っている反対債権が弁債期にないということは、逆に A はまだ支払う必要はない。つまり、A は支払いの猶予があるということなんです。で、この場合、A がこの支払いの猶予期間、これを放棄したら、 相手方 B の債権が弁債権になかったとしても相相殺できますよね相手方 B の立場に立つと不利益は生じていないだから A は相殺できるっていう話なんですよでこの点は理解しないといけない部分なんですねちょっと今回は解説省略してるんですけれども覚えるんじゃなくて理解をするってことがすごく重要です考え方が重要なんですねなんであの個別指導の受講者さんについてはこの点動画でお伝えいたします で、もし、個別指導を受講したいという方は、この動画の下の概要欄に、個別指導のお申し込みページについて、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問いにですね、媒、え、介、ー、業者、宅券業者 A は、媒介契約が成立するまでの間に、代金に関する融資の斡旋について、融資条件を重要事項として説明したが、その融資が成立しない時の措置について、飼い主に説明しなかった場合、宅券業法違反となる。 丸かかという問題ですで答えは丸ですね重要事項説明として代金または交換先に関する貸借の圧っ内容だけではなく圧っが成立しなかった時の措置も説明しなければなりませんよって宅建業法違反となります代金または交換先に関する貸借の圧っ内容これどういうことかっていうとお金を貸してくれる銀行の紹介などについての話なんですね 圧っっていうのはまあ紹介っていうイメージですねお金の貸借に関する圧っなので、まあ、住宅ローンを組む際のまあ銀行の紹介ですねそういったイメージで大丈夫ですまた売買契約は締結したけれどももしお金を借りられなかった場合どうなるのかつまりローンの審査が下りなかったってことですねそういった場合どうなるのかを重要事項として説明する必要があります重要事項説明書の記載事項に関する問題は非常に細かい部分まで出題されます なので、より多くの問題を解くことで頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、政令で定める資格を有するものの設計によらなければならない、ルか×かという問題です。で答えは×ですね。 下記2つについては一定の資格を有する者が設計しなければなりませんで2つっていうのはまず1つ目が高さ5メートルを超える擁壁の設置2つ目が切り土または盛戸土をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置この2つを行う場合有資格者が設計しなければならないんですねで今回の問題は 高さ 4m の擁壁の設置にかかる工事と書いてありますので、まあ、これに当てはまらないということで、まあ、有資格者による設計は不要ですよということですねそして一定の有資格者とは例えば土木家や建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの、こういった人が有資格者と呼ばれる人たちです まあ高さ5メートルの擁壁というと、大体いい2階部分に相当するぐらいの高さなので、まあ、それなりに高い壁ですよね。えこれが崩れたら危ないから、有資格者が設計してくださいというルールになっております。でまあ、今回の問題でいう問い位置が重要ですね。考え方を理解していれば、ルールを覚えていなかったとしても、本試験の問題も解けてしまうんですね。だそういったものを一つ一つ積み重ねていくということがすごく重要になってきます。 なので、もし、あの、利害の仕方がわからないという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきます。また、個別指導の内容は、この動画終わった後に真ん中にリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオノでした。では、トイさんです。 宅地造成等工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。丸かツかという問題です。で、答えは、これ誤りですね。4メートルの擁壁の設置であれば、 ま、精霊で定める資格を有するものの設計によらなくても大丈夫です。下記2つについては、一定の資格を有するものが設計しなければなりません。5メートルを超える擁壁の設置。切り土、または森道をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。これらについては、一定の有資格者による設計が必要となります。では、この 一定の有資格者って誰なのかというと例えば土木家とか建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上の実務経験があるものなどを指します、まあ、建築士とかもこれに当たりますまた高さ5メートルの擁壁というと2階部分に相当するぐらいの高さなので、まあ、それなりに高い壁ですよねこれ崩れたら危ないので一定の有資格者による設計が必要だということになります そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。本日10日の夜中の24時までは、今の割引価格なんですけれども、明日11日になると値上げとなります。理解学習を実践できれば、今年の卓建試験に合格できます。個別指導では、この理解学習を実践することが可能です。今からであれば、あなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強しましょう。 あなたの受講をお待ちしております。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。今年絶対合格しましょう。レトスの小野でした。